FNN ビデオポストに寄せられた映像。車を突っついているのは大きな白鳥。音を立てて何度も何度もくちばしを車体にぶつけています。突つかれた車はどうなったのか。被害に遭った車がこちらでして、まあ、白鳥に突つかれた跡が、まあ、ここからここまでですね。投稿者の永田和正さん。車のボディには無数の傷が。穏やかな動物だと思ってたんで、とりあえずやり過ごされるのを待ってましたね。こちらは被害に遭う直前のドライブレコーダーの映像です。細い農道を進んでいると、恐怖だけでしたねどうしようもなく。近くの水辺で白鳥を見かけることはありましたが、陸上では初めて出くわしたといいます。現場で当時の状況を振り返ってもらっていると、こっちからこっちにいたんですけど、はい、こっちからこちらに横断するのを待ってて、渡り終わってから攻撃された感じですね、はい。あ、います。待って、怖い。で、こうやって向かってくるんですよ。なんと、白鳥が姿を現しました。一度川に戻りますが、再び。先ほど急に現れた白鳥がこちらに近づいてきます。威嚇しながら迫ってきます。さらに。人に対しても、つつくような動きを見せてきます。車を傷つけた白鳥と同じ個体かは分かりませんが、近所の人によると、およそ5年前からつがいの白鳥が近くの川に住み着いていて、道路を歩く姿をよく見かけるといいます。ああ、この白鳥の正体、そしてなぜ攻撃的なのか、専門家に聞くと、コブ白鳥ですね。泳いでる状況みたいな優雅な状況ではない、生きてはいけないですから。正体は外来種のコブハクチョウ。かつて観賞用として輸入されましたが、日本各地で野生化して繁殖しています。山陰でも川を占拠するかのようなコブハクチョウの群れが確認されるなど、継続的に繁殖して数を増やしていました。個体数を増やすコブハクチョウ、今回の動画のように凶暴化する理由は、おそらく映ってるコブハクチョウが自分のライバルみたいな感じで、思ったんだと思います。自分だと思わずに攻撃したんじゃないかなというふうに推察されます。春の繁殖期には特に凶暴になり、目に映るものすべてを攻撃するケースがあるといいます。そしてもう一つ理由が、ここ最近水草が、ピークを迎えて減りつつあるっていうことで、ひょっとすると、競争が激しくなったということですね。コブハクチョウの大好物、水草の減少です。10年ほど前から松江市の川で大量に繁茂していた水草、国や市などが対策に乗り出したこともあり、2021年をピークに減少傾向に。水草が少なくなったことで餌を求めて凶暴化しているといいます。ではコブハクチョウを見かけたときはどのように対処すればいいのでしょうか。近づかないのが一番いいと思います。めっちゃ怖い、どうしよう。飛ばないですもんね。分かんないです。コブハクチョウは許可なく保護や駆除することが法律で禁止されていて、見かけた場合は近寄らないこと、そして絶対に餌を与えないことが重要です。